アレクサンドル・スボーロフ、アレクサンドル・バシリエビチ、スボーロフ、ラテン、アリクサンダー・バソールジェビッチ・スーバラーブ、1729年11月24日、ユリウス歴11月13日から1800年5月18日、ユリウス歴5月6日は、ロシア帝国の軍人、ルムニク・スボーロフ博、イタリア大公、ロシア帝国歴代4人目にして、最後の大元帥、 軍事史上でも稀な腐敗の指揮官として知られる。1729年11月24日、モスクワで貴族の家に生まれる、1730年出生説も、ある。父のバシリーバノビチスボーロフは、ピョートル一世に仕えた将軍であった。母のアブドーチャは、同じく、ピョートル一世に仕え、オリオール総督を務めた、アルメニア系貴族フェドセイ、マヌコフの娘であった。 十二歳頃、アブラム・ガンニバルが父、バシリに助言し、自由に進路を選べるようになった。1742年11月三日、軍に入隊したスボーロフは、ロシアスウェーデン戦争、1741年から1743年、に従軍七1748年1月12日、五朝となり、サンクトペテルブルク連隊に配属となった。1749年、 連帯の配置がモスクワに転換され、この機会にスボーロフは士官学校に入学した。1751年、士官学校を卒業し、そこを認証証の副官となった。この年の3月から10月にかけて、外国施設となった証将に従い、ドレスデンやウィームを訪問した。1754年、中尉に昇進。1755年からスボーロフは、 部隊の指揮官となった。1756年、大尉に昇進。同年8月29日に勃発した七年戦争に従軍した。1759年8月12日のクーネルスドルフの戦いにも参加し、他にも数々の功績を立てた。終戦となった1762年までにスボーロフは大佐に昇進し、連隊を指揮していた。 1768年、ポーランドへの干渉を強めるロシアに対して、シュラフタを中心とするバール連盟が決起し、ロシアとポーランドオスタニスワフ2世に対する闘争を開始した。スボーロフは3個連帯、スモレンスク、スズダリ、ニジニノブゴロドを率いて、ポーランド侵攻に従軍した。1769年夏、スボーロフはスズダリ連帯と、 騎兵2個中隊を引き、わずか12日で500キロを踏破して、ワルシャーを制圧。1771年9月23日、直属の兵わずか822名で、3000から4000名の連盟軍を撃破。1772年4月26日、クラックフを占領し、連盟を降伏させた。結果、第一回目のポーランド分割が行われた。 スボーロフはこれらの功績により、少々に昇進した。ポーランド侵攻と並行して、ロシアはオスマン帝国との間にロト戦争を行っていた第一次ロト戦争。ポーランド制圧を終えたスボーロフはこの方面に派遣され、1773年4月17日、アストラハン不評連隊とコサック騎兵連隊の指揮を引き継いだ。スボーロフの部隊は、 サルティコフ中将の第一軍の霊下に置かれ、全軍の右翼に就いた。1773年6月28日、スボーロフは、ドナウ川近郊に築かれたオスマン軍や英知を奇襲して勝利した。オスマン軍は、ドナウ川を越えて撤退し、ロシアはルーマニアを制して、トルコ侵攻の共闘法を築い七1774年1月27日、スボーロフは、 ワルワライワノブナプロソロスカと結婚した。4月、スボーロフはバルカン半島に侵攻し、6月19日のでは8000名の軍で4万名のオスマン軍を撃破した。これはオスマン帝国にとって決定的な打撃となった。6月21日、ヒュチュクカイナルジ条約が締結され、ロシアはオスマン帝国から多数の利益を引き出した。この頃、 ボルガでは、コサックの主張をエメリアン・プガチョフによる反乱、プガチョフの乱が勃発していた。ロト戦争終結後間もなく、スボーロフは、鎮圧に派遣された。1774年8月30日、現地軍の指揮を引き継いだスボーロフは、9月14日までに反乱軍を撃破し、首謀者のプガチョフを捕獲して、モスクワへ送った。スボーロフは引き続き軍の指揮を任され、 反乱軍残党の総統に当たった。1775年8月11日、留守中にサンクトペテルブルクで娘ナターリアが生まれた。1777年、スボーロフはクリミア軍司令官に任じられ、軍の再編に当たった。1779年、カフカス軍司令官に移動。1780年、中将に昇進した。1782年、 火山軍司令官に移動。1783年、大将に昇進した。1784年、息子アルカディが生まれた。1787年、ロシアのオスマン帝国への領土割上要求をきっかけに、再びロト戦争が勃発した。第二次ロト戦争。スボウロフは三万名の軍を率いて、ドニエプル河口にあった。10月17日、 オスマン軍がのキンブルン要塞へ攻撃を仕掛けてきたが、これを撃退した。この攻防戦の最中にスボーロフは、尻と腕を負傷している。傷が癒えたスボーロフは、1788年8月7日から、要塞を包囲し、オチャーコフ包囲戦、1789年2月、6ヶ月間にわたる攻防戦の末に陥落させた。また、この最中にもスボーロフは首を負傷している。 1789年8月12日、スボーロフはフォックシャニでオスマン軍を撃破し、エカジェリーナ2世から聖アンドレイ勲章を授与された。1789年9月22日、ロシア軍は神聖ローマ帝国軍と連合し、ルムニクサラトでオスマン軍を撃破した。この際、神聖ローマ帝国皇帝ヨーゼフ2世も戦場にいたが、指揮はスボーロフが取っている。 エカチェリーナ2世は勝利を祝福してスボーロフにルムニク白の借位を授け、さらに自身の名を借位に添えることを許した。また、ヨーゼフ2世も神聖ローマ帝国における博借位を授けた。1790年、スボーロフはオスマン帝国の重要拠点であるイスマイル要塞を攻撃した。この攻防戦においてミハイルクトゥーゾフは 要塞の両方へ5度にわたる果敢な攻撃を仕掛けた。12月21日、イスマイル要塞は陥落。スボーロフは、エカチェリーナ2世への報告の中で、陥落は、クトゥーゾフの功績であると述べた。このため、クトゥーゾフは脚光を浴びるようになった。事実上、この時点で、ロシアの勝利は確定しており、スボーロフの力が必要とされる場面はなくなっていた。このため、 戦争中は抑えられていた総司令官ポチョムキンとの反目が表面化してきた。ポチョムキンはエカジェリーナの長身でその縁を利用して総司令官に収まっていたが軍事的には凡庸な人物であった。そのためスボーロフとは戦略をめぐって幾度も対立した。またポチョムキンはイズマイル要塞陥落の功を自分のもののように宣伝しておりスボーロフは 公然とこれを非難していた。このような圧力があったため、1791年4月、スボーロフは突然スウェーデンとの国境地帯を守備する軍の司令官に左遷された。さらに7月には、カレギア要塞司令官に移動となった。一方、ロット戦争は、1792年1月9日に、ヤシ条約が締結されて集結した。ロシアは、オスマン帝国から、 国会周辺の領土を獲得し、一挙に半島を拡大した。1792年12月、スボーロフは、ウクライナ軍司令官に任じられ、再び最前線で軍の指揮を取ることとなった。これは、前年に、ポチョムキンが死亡したためであった。1794年3月24日、ポーランドリトアニア共和国の軍人、タデウシュ・コシチュシコが、ロシアの支配に対して放棄した。 ロシアはこれを鎮圧しようと軍を送ったが、ポーランド軍に敗れて後退していた。9月、急遽派遣されたスボーロフは、軍を立て直して攻勢に転じた。ロシア軍は、勝利を続け、10月10日、で、ポーランド軍に大打撃を与え、さらに放棄の首謀者コシチュ志向を捕獲した。11月3日、ロシア軍は、ワルシャワへの攻撃を開始、翌4日に陥落させた。 ポーランド軍は地区で最後の抵抗を行った。プラガ地区で4時間にわたって市街戦が行われ、ポーランド軍は全滅した。ワルシャワ陥落によって放棄は終結した。スボーロフはたった3号だけの簡潔な報告を皇帝へ送った。バンザイ、ワルシャワ、スボーロフ、ハー、ウォーソ、スーバラーブ、あるいはバンザイ、プラガ、スボーロフ、 はー、あ、プロが、スーバラーブ、とも言う。これに対し皇帝はこう返答した。おめでとう。元帥エカチェリーナ、ブラボー、フィールドマーシャル、エカテリーナ。これでスボーロフは元帥に昇進したのである。ただし、正式に任命され、元帥杖を受け取ったのは、1795年に、サンクトペテルブルクに戻ってからである。1796年。 エカチェリーナ二世が没し、パーベル一世が即位した。体制の刷新を狙っていたパーベル一世は、選定に徴用されていたスボーロフを軍務から解任した。スボーロフは、ボロビチ近郊のにある邸宅に引退したが、ことあるごとにパーベル一世の政策を非難したため、監視がつけられた。1798年12月、フランス革命戦争が進行する中、諸国は、 対フランスで結束し、第二次対仏大仏内同盟が結成された。1799年2月、パーベル一世はスボーロフを呼び戻し、ロシア軍最高司令官に任命した。4月12日、スボーロフは3万名、兵力は諸説あり、以下の数字も同様のロシア軍を率いて、イタリアに到着し、5万名のオーストリア軍、新生ローマ帝国軍と合流した。 この時点でのイタリアにおけるフランス軍の戦力は15万名。しかし、大半は各地に分散した守備隊で即座に動かせる戦力は2万から3万名程度だった。4月17日、オーストリアの将軍に2万名を委ねて翼側を防御させ、スボーロフ自身は残りの6万名を率いて南下を開始した。4月20日、 バグラチオントクトゥーゾフの前衛がブレシアを制圧。モロー将軍率いるフランス軍は、あった川沿いに戦線を張った。4月25日から27日にかけて行われたで、連合軍は、フランス軍を撃破した。4月29日、連合軍は、ミラノを制圧。スボウロフは西方へ軍を展開させ、5月27日、トリノを制圧した。6月、 マクドナル将軍率いる3万5千名が北上してきたため、スボーロフは3万3千名を率いて迎撃に向かった。6月17日から19日にかけて行われたで、連合軍6千名の損害に対し、フランス軍1万6千名、1万名ともの損害を与えて勝利した。フランス軍はジェノバへ交代した。スボーロフは軍を農美まで進め、 側面の安全を確保するため、マントバ、アレッサンドリアの攻略を待った。7月1日、アレッサンドリアが陥落。7月27日、マントバが陥落。候補の憂いの消えたスボーロフは、予備の暗い軍との交流を待ち、5万名の軍を率いて、ジェノバへ向けて南下した。一方のフランス軍も、新任の司令官ジュベール将軍が3万5000名の、 軍を率いて北上していた。8月15日で連合軍8000名の損害に対し、フランス軍17000名の損害を与え、さらに司令官ジュベールを戦死させて勝利した。フランス軍は再びジェノバに撤退した。これによって、ジェノバを除く北部イタリアはすべて連合軍の手に落ちた。スボーロフはサルデーニャ王、カルロエマヌエーレ4世から、 サボヤ大公の借位を授けられた。この頃、スイスではマッセナ率いるフランス軍とカール大公、率いる連合軍が交戦しており、6月4日のから、こ着状態が続いていた。スボーロフの活躍によって、イタリア方面の優位が確立したことによって、連合軍は戦略を切り替えることとした。スイスのカール大公の軍をライン方面へ転じ、その穴埋めに、 余裕のできたスボーロフの軍をスイスへ振り向けようとしたのである。9月、スボーロフは2万名の軍を率いてスイスへ向かった。9月15日、タベルネンに到着。しかし、ここで合流するはずのオーストリア軍の市長隊が到着しておらず、それを待って時間を浪費することとなった。9月19日、サンゴダール峠に差し掛かったところで、 ルクールブヒキールフランス軍が立ちはだかった。スボーロフはローゼンベルクに文献隊を与えて翼側から回り込ませ9月24日に共同して攻撃しフランス軍を後退させた。9月25日、ロシア軍はルゼルニへ続く橋、通称悪魔の橋を越えた。9月26日、アルトドルフに到着したところでスイスでマッセナと対峙していた。 コルサコフの軍がで破れたという報告が届いた。フランス軍の攻撃を避けるため、スボーロフは軍を東へ転じた。10月4日、グラールスに到着。しかし、ここで合流するはずのオーストリア軍の市長隊がまたもや到着していなかった。この時点で、フランス軍はロシア軍の退路を塞ぎつつあった。弾薬兵糧の欠乏した状態では、正面突破は困難である。 スボーロフはアルプス山脈を越えることを決意した。10月のアルプスはすでに冬と言ってよく、後軍は困難を極め、脱落者が相次いだ。10月8日、アルプス越えに成功したロシア軍は、で、連合軍と合流した。兵員は3分の1程度まで減少していたが、フランス軍の追撃は完全に振り切った。スボーロフの大胆なアルプス越えは、 ハンニバル以来のことと称賛された。ロシア大元帥の地位が授与され、さらに外戦行進を取り行うことを許された。1800年1月21日、スボーロフはサンクトペテルブルクに帰国した。しかし、パーベル一世は突如として、スボーロフからすべての地位と名誉を取り上げ、いわれのない罪を着せて軍から追放した。1800年5月18日、スボーロフは、 サンクトペテルブルクで亡くなった。上のような経緯のため、葬儀の参列者は、イギリス大使のウィットワースコー、詩人のデルジャービン、多数人だけだった。遺体は、アレクサンドル・ネフスキー大修道院に収められた。墓碑には、ここにスボーロフ眠るとだけ刻まれていた。1八百一年三月に、パーベル一世は暗殺され、後に、アレクサンドル一世が、スボーロフの名誉を回復し、 軍神マルスを模したスボーロフの彫像を建造してサンクトペテルブルクのマルス広場におい。スボーロフの息子アルカディ、1784年から1811年はロシア帝国の将軍としてナポレオン戦争やオスマン帝国との戦いで活躍したが皮肉なことに父が名声を高めたルムニク側で溺れて亡くなった。孫のアレクサンドル・アルカディエビチ。 1804年から1882年も、また、ロシア帝国の将軍として活躍した。上昇腐敗の指揮官としてその名声は確立している。スボーロフの戦略、戦術の基本は、軌道と速攻、奇襲にあった。ポーランド侵攻や、ロト戦争で見られるように、しばしば少数精鋭の部隊を率いて、速攻を仕掛け、成功を収めている。スボーロフは、 著者の中で戦争において金銭は尊い。人命はより尊い。それよりもなお時間は尊いと述べている。これは敵に体制を整える時間を与えぬことの必要性を説いたものである。そのためにスボーロフは軌道を重視し、それを可能とする軍の質を維持するための猛訓練を奨励した。同じように著者の中では岩尾式訓練が戦いを要因にすると述べている。 また、教習に際しては、射撃よりも、銃剣突撃を活用するように命じた。これを述べた著名な言葉が、弾丸は嘘をつく。銃剣は正直だである。これは、悪しき白兵主義の現れとして、リデルハートら多くの軍事視野に批判されたが、当時の銃の命中率が、極めて低かったことが影響していると思われる。スボーロフは、部下の力量を見抜き、 引き立てるという点でも優れていた。イスマイル要塞攻略で活躍したクトゥーゾフ、コシチュシコホウキの鎮圧で活躍したバグラチオンらはスボーロフに引き立てられ、その幕下で戦略、戦術を学んだ。彼らは後のナポレオン戦争でロシア軍を率いて活躍した。以上のように軍事的才能は完絶していたが、一方で性格には極めて癖のある人物であった。 誰であろうと容赦なく批判したため、ポチョムキンやパーベル一世と反目し、左遷や解任の浮き目にあったことは述べた通りである。また、スボーロフは様々な気候の持ち主としても知られている。1796年に解任されて、田舎に引っ込んだ頃には、教会の聖火隊に入り、1日中歌ってばかりいたという。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。 クリックしてください。